久保さん、今回は、何にしようかな。何も言われたくありませんにしましょうか。何も言われたくありません。あの、人の指図、あ、人の指図を受けたくありませんにしようかな。うん。まあ、あの、僕は、自由になりたいんですよ。自由でいたいんですよ。自由でい,いるっていうことは、 人に支配されない、人に指図を受けて、はい、わかりました、やりますっていうね。前、前の会社で僕はイエスマンでしたから、はい、やります。はい、やりますっていうね。やりたくなくてもやります。イエスしか言わないっていうね、うん。でも、本当に自由に生きたいんだったら、人の指図を受けなくて、自分で方向性を示して、 自分で道を作って自分で歩くっていうで自分で決断してで自分でケツ吹いてとでもみんななんだろうなそうそういう人生を送りたいと思ってるんだけども自分で決められないんですよね自分でケツ吹けないんですよねうんでも自由で自由で生きたいんだったら人の指図を受けないつまりそれは 自分でケツを拭く自分で道を作る自分でいいあの歩くってことですうんまあ久保さんも言ってましたけど自分の商品を作って自分で売るっていうただそれだけですよそれじゃないうんまあアフリエイトっていうねインターネットにアフリエイトっていうのもあるんだけどもまあアフリエイトっていうのはあの広告の奴隷ですから 集客代行ですからね。はい、だから YouTuber の方は、まあ、広告で飯食ってる人が多いと思うんですけど、再生数の奴隷。い,いつも再生数を気にしないといけないと。あのー、そういうジレンマがあるわけですよ。なんか YouTuber いいな、みたいな。憧れの職業みたいな。視聴者の奴隷。広告主の奴隷ですよ。 スポンサーの奴隷みたいな。だからこれテレビ番組もそうで、テレビ番組もスポンサーありきなんで、スポンサーを、なんだ、立てるような構造になってるわけですよね。それはそうですよね。お金、スポンサーがお金払ってくれてるから成り立ってるわけですから、そのスポンサーをよ,よくするっていうね、当たり前なんですけど、スポンサーの奴隷ですね。う。うん。だから、 本当にテレビ局があ自力でやっていくんだったらテレビ局が商品を持ってテレビ局がダイレクトに視聴者に何かを売るっていうモデルをしない限りスポンサーの奴隷であり続けるとつまり情報操作ってことですねた <laughs> やっぱねまあ僕と久保さんが YouTube を活用してて YouTube を活用してるんだけどもあの YouTube の奴隷にならない、奴隷じゃない理由っていうのは自分の商品を持ってるからです。ダイレクトに課金ができるからです。うん、もはや、久保さんは別にあの自分の商品を売らなくても自分で FX で稼いだりとか、利回りで取れたりとかするので、だから自由に発信できるわけですよ。僕も自由に発信できるのはあダイレクトに商品売れるからですね。昨日もね、昨日も、昨日、昨日だったかな。 決済入ってましたね。はい、昨日決済入ってましたね、はい。売れてましたね。商品が。有料の。はい、100円でも200円でも1円でもいいですよ。まず自分の商品を作って売るっていうことですね。うん。だからそれをするっていうことが、まあ大事かなと思いますね。うん。で、あの、 でも商品を持つと今度もう一つそのあれがあるんですよねあのサポートをするという責任があってサポートの奴隷みたいにもなるのでまあ最終的にはやっぱ久保哲郎隠居堂ですよね本当 <laughs> まあ FX とかサポートいらないですよね商品売らなければ己のみじゃないですか己が相場を見て己がエントリーをして己が負けるかつの世界ですから <laughs> まああの人関係ないんですよね うん、サポート関係ないですから自分,が自分で自分を自分でサポートライン引くみたいなねそうね <laughs> まあ究極はやっぱそこじゃないですかねうんでもそれはやっぱり種線が言いますのでやっぱその余剰資金を作るまではしっかりと自分の商品をダイレクトに売るっていうことをやって種線を作って余剰資金作ってその極地に行けばいいんじゃないかなと僕は思ってますけどね 順ステップアップとしては、うん。お金、借金があります。お金がありません。だけど投資やります。バカかと。<laughs> ね、<laughs> それはありえないですから。うん、だら僕が、あの、いろんな話、この,この15年いろんな話を儲かる話っていうのはね、他のお客さんの10倍、100倍以上の あの質の高い情報っていうのは得てたけども、やらない理由は、余剰資金貯めてからっていうのがあるので、うん。余剰資金がない限りやらないですね。とにかく売りまくりますね。自分の商品を。うん。だ余剰資金がない状態で投資をやると、結局お金の奴隷になるので、だってそれと溶かしたらどうすんねんって話じゃないですか。でも余剰であるならば溶かしても余剰なんで別にいいんだけど、 もう一喜一憂しますよね。間違いなく。こんなん目に見えてますよ。ね。だってそれ終わったら終わりなんで。うん。な感じですかね。いってらっしゃい。